こんにちは、山崎です。今回はですね、撮影した動画でですね H.264 で、圧縮したものとローで撮ったものの、画質を比較するということをちょっとやってみたいと思います。というか全く同じデータでですねエンコードしたものと、ローで撮ったものっていうものでやってます。両方とも 640×240 の8819フレーム毎秒でやってます。データ量がですね、圧縮したものは約20メガバイト分ぐらい、ローで撮ったものはですね、これ DNG 形式で出てきて、約173メガ分ぐらい、今回のこの動画分でですね20メガと173メガ分ぐらいっていう感じでやってます。2つ目、今ちょっと色が青みがかってるんですが、ちょっとですね色をいじって青っぽい感じにしたものになります。もともとですね、ラシャが青いラシャなので、結構その青っぽい感じに仕上げてます。なのでですね、実はちょっとチョークの青とラシャの青がかぶってるんで、これチョークの粉とか飛んでるとこ見えるんですが、ちょっと分かりにくいんですが、まあ仕様という感じで捉えていただければと思います。はい、以上です。